皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて、本日ですけれども、北上線が、無料開放すると、JR の路線で無料開放する、これは効果があるのかというようなことをちょっとお話をしていきたいなと、私なりの考えも含めて、もっとこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかみたいな、多分に私の妄想も含まれるんですけども、ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。北上線100周年を迎えるということで、これで、沿線3市町の皆様に感謝ということで、こうした北上線100周年記念したイベントということで無料開放することになりましたと。でこれ、無料乗車票というものをですね、各沿線の、お役所みたいな場所とかで配って、で北上線のどの区間でも乗車可能と。で私 X などでいろいろ検索をして、その乗車票の写真みたいなものも拝見したんですが、ところどころ塗りつぶされていたりとかして、はっきりしてちょっと全部は分からないんですけれど、なんか区間が書いてあって、で乗るときに見せて降りるときに渡してっていうことで、ですから1枚で1回こっきりで、それが横手から北上まで乗ろうが、北上から北斗枝まで乗ろうが、要するに1回乗ったらそれで終わりみたいな、立て付けなのではないかというふうに思います。もし間違ったらごめんなさい、ちょっとこれはっきりしたものがちょっと見えなかったんで、いろいろ私が検索した結果、そういうものが見えてきた、多分そうであろうという前提でちょっとお話をしています。そしてこの無料乗車期間というのは11月の9日木曜日から11月12日の日曜日ということで、4日間ちょうど紅葉の綺麗な時期に行楽シーズンということで、北上線の新たな魅力に皆さん触れていただこうということで、今回こういう4日間でやるということになったそうでございます。そしてもともとこれ2万枚配る予定だったらしいんですが、初日になんか5000枚用意、とりあえず用意した5000枚全部出ちゃったので、で一旦配布見合わせというような状態になっております。でこれはもう JR 東日本のプレスリリースなどにも出てるんですけれど、思った以上に早く出ちゃったっていうことなのかなと思います。であとはそのなんでその5000でやめたのか、当日もともと用意したのが5000で、あとの1万5000はどうするんだということはちょっとはっきり見えないんですけれど、これをまた配るのか、それともこれで一旦終わりにするのかというのはちょっとよくまだわからないです。もしかするとこの4日間については5000枚で終わりにして、また新たな期間を別のところでさらに5000枚ということをやるのかもしれませんし、今のところとりあえずはなんか2万枚配布予定だったんですけど、初日に5000枚、初日におそらく人が来すぎちゃったのかなというような気がいたします。なんか地元のニュースとかを見ても、配るところがやはり北上市役所の本庁舎とかね、ホットユダ駅とか、そうしたところ、いわゆる駅、主な駅とか、公的機関みたいなところでしかないということで、最初に2万枚見込んでるということでだったんですけれど、多分思った以上に人来ちゃったんじゃないのかなっていうふうに想像してます。それでおそらくそのお役所とかそういったところで配るにしても、いっぱい人来ちゃったらその対応だけでも結構大変だと思うんで、おそらく想定よりも人がいっぱいバッと来すぎちゃったので一旦5000でやめたのかなと思います。この後もさらに1万5000やるとどんどん人が来ちゃって大変になるのではないかと。で乗車票は誰でも入手可能です、可能でした。沿線住民に限らないんです。これ別に沿線住民に限らず誰でもっていうことになってます。はい、というふうになってまして、ですからよくこれヤフーニュースとか見ると、乗り鉄とか、あとは鉄道系の YouTuber とかが取りに行ったんじゃないかとかっていうふうに言われてまして、もちろんその可能性も全然なくはないと思います。もうそういうニュースが流れたら、それやれそれって言って取りに行った人はきっといるとは思うんですけれど、果たしてそれがいいのか悪いのか、沿線住民じゃなくて誰でも もらえるっていう方法が良かったのかどうかっていうこと、ちょっとこれ後でお話をさせていただきたいと思います。そしてこの2万枚配布予定だったのが5000枚でやめたっていうことなんですけど、私2万枚は多分4日間っていうことを考えると、
2万人も来ちゃったらさばききれないと思うんですよ、おそらく。っていうのは北上線って、区間運行もありますけれど、直通運行するのはちょっと上りと下りがどっちか忘れたけど、で片方が7本で片方が6本なんですよ、直通って。でそれにホットユダとこう北上の間のこう区間運転みたいなものとかが、何本かあるっていうことなんですけど、単純に直通1日、区間運転も含めて7本分ぐらいあったとしますよね。で7本かける4日だと28本ということで、5000人、180人ぐらいかっていう風になります。あ、ごめん間違えてるわ。これは、往復だから14本になるから、56本になって、割る5000人だから単純にすると、80人ぐらいか、1本80人ぐらいになりますね。ちょっとこれは計算が間違えておりました。7本の往復だから、片道乗れば一緒なんで、これ大、これがだから80人ぐらいかになりますね。で2両編成で80人、それでさらに普段乗ってる人とかもいるから、この辺が適正な数なのかなと。これ以上増やすとちょっと人多すぎてものすごい混雑になってしまう。でこの4日間の間は、いろんなところ、例えば堀田湯田駅で、物産とか飲食の提供とかをやったりとか、あとは町内無料運行のバスを運行したりとか、そうした、この4日間については皆さん楽しんでいただけるようにいろんなところでイベントをして盛り上げますよみたいなことを、やるということでございますね。これが今回の一応この無料開放の、ざっくりとしたアウトラインということになりますけれど、じゃあ果たしてこれをやってどういう効果があるのかということなんですけれど、基本的に、私の考え方としては単発のイベントと同じで後につなげられるのかというと、これなかなかつなげられないんじゃないかと思います。で他のところでも JR 線で初めてですけれど、例えばそうですね、私何度か動画にしてますけれど、一番近いところだったら北九州市が JR 線を除くところ、バスとか、モノレールとか、こうしたところを無料にするっていうのを、10月9月だっけのなんか週末なんか1回なんかいや3回ぐらいやるみたいなことをやったはずです。でこれは私ひま坊主の動画の中でも話したと思うんですけれど、コロナを経てなかなかこの公共交通を使う人が少なくなったので、改めて公共交通の良さを知ってもらおうということで、無料体験をして乗ってもらって、ああこんなもんだなんだっていうことでまた乗ってもらいましょうみたいなことをやると。以前土佐電でもやったことあるし、1日だけ近江電鉄も去年100円だっけなんかとか、とにかく安いので、そういうものすごく値段を安くするとか無料にするとかして、そうやってとりあえずまず1回乗ってもらいましょうと。で乗ってもらってその後につなげましょうということをいろんなところでやってるんですけど、なかなかじゃあその後それをやったからって言って、明らかに利用者数が伸びた事例があるかっていうと、私はそれは聞いたことないんですよ。おそらくその時はみんな、ただだったら乗ってちょっと行こうよみたいな感じで盛り上がるんだけども、じゃあその後にお金払って使うかっていうことになると、なかなかそこまで結びついていないっていうのが現状ではないかと思います。そしてここで、誰でも入手可能だったって言ってるんですけど、誰でも入手可能にしたっていうのは、おそらく私の考えですけど、住民のみを対象にしてもおそらく別に5000枚とかは普通に出ると思うんですが、そうじゃなくて、北上線を今後維持していくっていうことを考えた時に、沿線住民の利用者だけだとちょっと厳しいので、沿線外からどんだけ来てもらえるか、いわゆる旅行者、観光としてどんだけ使ってもらえるかっていうことを念頭に置いて誰でも入手可能にしたんじゃないかと思います。ですからいろんな人に使ってもらって北上線の魅力に触れてもらいたいという、そういう考えで誰でも入手可能にしたんじゃないかと思うんです。沿線住民だけだと、いつも見ている風景だからなかなかその魅力に気づいてもらえない。そして沿線住民だけで輸送密度を上げられるんだったら苦労しないと。だからよそからも来てもらわないといけないからということで誰でも入手可能にしたんではないかと思います。とはいえ誰でも入手可能とは言ってもですよ、この無料配布券をもらいにそこまで、来るっていうだけで労力になるのでなかなか難しい。しかもこれこの期間に配るわけじゃないんで、
その期間に配るんであれば、その時に合わせて旅行してっていう人も出てくるかもしれないですけど、事前にもらって、でこの日に乗りに来なきゃいけないわけですから、じゃあ例えば東京の人とか大阪の人がですね、この無料乗車費をもらえるかというと、もらえないですよね。事実上そこまで行ったらもうその時点でその辺見て回るし、またそこまで行かなきゃいけないってね、たまたまそこを通りかかった東京に住んでる人で、仕事がなんかで来てて、北上の辺に来てて、たまたま通りかかった、でちょっと乗り鉄もやってるし、あ、じゃあ今回は仕事だけど次来るから、また来る時にこれちょうど乗ろうとかっていう人がたまたまいるかもしれないけど、そんな人ごく稀ですよね。って考えると、結局のところ、まあ、誰でも入手可能とはいえですよ、まあ、ほぼほぼ地元の人しかもらえなかったと思います。まあ、もちろんそのさっきもお話しましたけど、乗り鉄の人とか鉄道系 YouTuber とか、その辺に近いところに住んでる人が取りに行ったっていう可能性は あるとは思うんですけれど、わざわざこれをもらいにそこまで行く労力を考えると、まあ近場の人しかもらってないだろうなっていうふうに思います。ただ誰でももらえるっていうことにしたのは、まあそうですね、北上、例えば盛岡の人とか、秋田の人とかでも、まあ、来てもらえるようにとか、仙台の人が来てもらえるようにとか、まあ、そういうことも考えて上で、住民のみだとやっぱりね、あの厳しいからということだと思うんですけれど、ただ現実的には5000人の大半は相当地元の人の割合が高いというふうに思います。はい、まあこれがおそらくこの誰でももらえるっていうことになってたと思うんですけどね。まあ、例えばこれが申し込んでもらったらもうすっごい作業になりますけど、もし、ね、あの全国どっからでもこうネットかなんかで申し込んでもらって、で5000枚抽選で当たった人にはそこに送り、あの当たった人はそのなんか当たり券みたいなものをもらえば、当日駅に行ったらもらえるとかっていう風にすれば別ですけれど、そうじゃまあないんで、そこまで取りに行かなきゃいけなかったんでね。現実としては誰でも入手可能とはいえ、沿線住民がほとんどで、ただまあ沿線住民に限ってやるとしてもですよ、この4日間とかっていうのはちょっとた、あのこの機会に北上線こうなんですよっていうのを乗ってもらって、それにまあ触れてもらうっていうことを考えたとしてもですよ、4日間でしかも1枚で1回しか乗れないんでしょ。1回乗ったぐらいで北上線がどんなもんなのかっていう体験するのはなかなか難しいと思う。でだったらこれをやるぐらいだったら、これはもうあくまで私の提案ですけれど、こんな風に5000枚とか2万枚とか、配る予算があるんだったら、もう沿線住民限定で、北上線の沿線、市長の人限定で、もう1000人ぐらい抽選で、あの申し込み者1000人ぐらい、1ヶ月無料パスとかあげた方がよっぽど、その北上線の魅力に触れてもらえると思います。どうする、どういう風なものなのかっていうのはよっぽどその方が分かると思います。データとしてもその方が絶対残ると思います。その人たちから、きちんとなんかこうやっぱアンケートかなんかに答えてもらうかなんかっていうことを義務付けて、その代わり1ヶ月無料にする。でさらに、これ例えばこの今回は誰でもっていうことにしてたんですけど、旅行者に無料であげたって、旅行者に無料であげて北上線来て、ホットユダとか来て、あこんなところなんだと思って、見て回ったらもう来ないですよ多分次は。だって旅行行くときにできれば次行くときは違うところに行きたいって普通考える人が多いと思うんですよ。まあもちろんそこが大好きでリピーターで何回も何回も来る人ってもちろんいますけれど、まあ、そういう人ってどちらかというと割合的には少数で、それもリピーターで行く人ってなんかどこかの温泉が好きだとか、例えば沖縄が好きだとか、まあ、海外だけどハワイが好きだとかっていうことで、必ず年に1回に沖縄行きますねとか、そういう人はいると思う。であとはスキーとかボードとかが好きで、このスキー場が好きだからっていうことで毎年そこに1回は行くとかっていう人はいるとは思うんですけれど、普通の観光で考えると大体の人はここは行ったことあるから次はこっち行きたいねって考えるもんなんで、だから無料で旅行者に券あげちゃうとその人たちでもう戻ってこない可能性が大なんです。なので旅行者に無料であげるっていうことに関しては私は正直あんまり賛成できない、効果がない、要は来てもらってお金を使ってもらえるかもしれない、くれるかもしれない人をわざわざ1回タダで招待して、でその人たちはもう戻ってこない可能性が大ということなんで、あんまり投資効果がないんですよ。
だからこそこの住民限定で1ヶ月無料、これもやっぱり4日とか1回とかじゃデータ取れないから1ヶ月無料にして、でなおかつさらに推し進めていくと、ちょっとずるいやり方ではあるんですけど、1ヶ月無料でそのままその定期券みたいなの持ってもらって、2ヶ月目以降は、まあ例えばですよ、半年間は月額1000円いただきますみたいな感じにして、ちょっと値段を上げて徐々に上げていくんです。まあこれはよく、まあ、ただまあいろんなものにある、まあ、サブスク的なやり方で、最初のお試し期間は無料だから、これの場合は最初の1ヶ月はお試し期間で無料で、その後は料金 若干上がります。 でもまあそんなにむちゃくちゃ上がらない、1ヶ月これで1万とかにしちゃうとみんなやめちゃうんで、ここではまず1000円ぐらいしか上げない。最初のおため、キャンペーン期間は、半年までは1000円にしますと。でその後は通常料金でも、まあ、若干安めでもいいと思うんですけど、通常の定期よりも若干安めみたいなことをして、ちょっとずつ上げていくっていう、そうすると、まあ、最初はタダだし、その次も1000円ぐらいだったら、こう使い癖がついてくるから、まあ、もちろん値段がガンと上がったらやめちゃう人は出てくるとは思うんですけれど、まあ、そこまで行ってもそこまで使ってもやっぱダメだこれやと、お金払うに値しないわと思われるんだったら、所詮そういうもんだったって思うわけですよ、ね、そこに見合わないっていうふうに判断されたわけだから。だってそこまでずっと、ね、1ヶ月無料で、まあ、半年ぐらいまで月1000円ぐらいで使って、で半年使った上でそれでいやこれはやっぱり通常の定期券では価格に見合いませんというふうに判断されちゃったらしょうがない、そういうもんだっていうこと、そこまでやって初めてその無料だのなんだのっていうものの効果っていうのが見えてくると思うんで、私は仮に無料でやるんだったらもう1000人ぐらい、もう沿線住民限定で1000人ぐらい、まあ、もちろん先着1000人でもいいし抽選で1000人でも何でもいいんですけれど、もしかしたら1000人タダであげますっても誰もというか1000人も来ないかもしれない、100人ぐらいしか来ないかもしれないですよ、もしかするとその可能性だってあるんですけれど、まあ、とにかくそういう風にした方がいいし、観光客をね、増やさなきゃいけないっていうのはよくわかるんですけれど、観光客を増やすにしたって無料で招待しちゃったらダメですよ。無料で招待してもその人たちはさっきもお話したように二度と戻ってこないんで、だからこそこのちょっとサブ、いやちょっとね、汚いやらしいやり方だけど、サブスク方式的なやり方で無料体験から徐々に料金を上げていくっていう方法でデータを取って、その路線の真の姿、真の需要っていうものを測っていく方がよっぽど私は合理的で、投資効果があるのではないかというふうに思います。きちんとデータが取れるという意味でもね、はい、ということで、まあ、ちょっとまあ今回これ北上線のまあ無料開放ということでございましたけれど、まあ、北上線に限らずどこでも同じだと思います。やり方としては私としてはこういうやり方の方がいいと思う、うん、いつもなんか文句ばっかり言ってるんで一応自分の考えも披露しておきます。ただこれもいやそれはさすがに無理だろうと、うん、坊主言ってることはむちゃくちゃだぜっていう方はもちろんいらっしゃるとは思うんですけど、まあ一応こういうふうなことをご提案させていただいた次第でございます。ということで、今日はまあ北上線の無料開放に、まあ、効果があるのかっていうようなお話でございました。ご視聴どうもありがとうございました。